松方弘樹さん。おお、そんな大御所に会ってんの。あのこれもまた上原なんですよ。あれ遠山の金さん出てたでしょ。あ、そうなんだ。あいつで松方さんに可愛がってもらってた。ああ、あいつね、ところ入るのがうまいのよ。シュッて。それで金さんで京都にいて、うつばさんにいたから、はい、それでゲストで来るとかレギュラー陣とか、はい、必ず松方さんはやっぱりこう、やっぱり常にこう振る舞うから。そうなのよ。食事もお酒もぐわーってやる。もう何十人何百人というのもあるわけでしょ、はい、松方さん主豪だから、うん、で強いのは誰だ、強いのはいないのかってことで、そうそうたる人たちがチャレンジして潰されてるんですよ、うん、もう誰も強いと言われるやつがいなくなった頃に、みえ、うん、ちゃん誰か強いやついないかと、うん、東京に一人いますと、俺を紹介するんですよ。あいつまたあいつがね、中山秀っているんですよ。お、秀今レギュラーでやってるよ、うん、一緒にやってた時あるんですよ、うん、バラエティなんですけど、はい、でやってる。あ、秀強いのって話になって、うん、あいつはね多分一番強いですってまた入れたんですよ、宮根。宮ちゃん入れたから、うん、松方さんとじゃあ飲もうってことになったんですよ、浅野ゆう子さんと一緒に番組やってたんで、はい、テレビ朝日で、あのお願いリストランティっていう料理の番組だったんですけど、はい、東京駅のそばに鉄板焼き屋さんがあったんですよ、まあ、あのすごい高級な、はい、で僕とその浅野ゆう子さんと松方さんで、鉄板焼き屋に行くんですね、はい。あ、じゃあ強いんだって聞いたよって話になって、うん、いやそんな強くないですよ、やろうやろうって話になるわけですよ。そうこんな大きなこうグラスがね、ブランデーグラスが出て、うん、で松方さんがドボ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 ストレートストレート涙に、ええー、乾杯乾杯あ、ありがとうございますってさあ参ったなと思って半分ぐらい飲んで、あーってこうやったらパッて見たら飲み切ってんですよ。ちょっと待ってよと思って分かりましたって、あのキュッて飲んで、ってやったんですよ、おお、やっぱ強いね、いいね、いいねってなるわけですよ、で、2杯目バーって来て、いやもう来るんだと思って、金魚鉢なみなみみたいなのが来て、で、乾杯行っちゃって、2回目クーって俺も一気に行ったんですよ、よし、これさすがに終われるだろうってガーンって松方さん、うっ、全部飲んでるんですよ。さすがにもうかなり来てますよ、ストレートですから。はい、強いとは言っても、これ結構来るなと思って、浅野ゆう子さんが秀ちゃんやめなっていうのが遠くに聞こえたんですよ。近くで言ってくれてるんですよ。ゆう子さんもっとずいぶん遠くで言ってるなぐらいのちょっと気が遠くなって、少しそれでまたドボ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 ってやって、さすがにもう3杯目の時には松方さん、すいません水割りにしてもらっていいですかって言ったんです。おお、水割り、水割り、よってピッチャー水指ピッて入れて、ピッて沈む、あ、出すってで飲んで、こっからもう記憶がない飲んで、松方さんは最終で帰んなきゃいけない、だから東京駅だったんですけど、で新幹線乗るからって言って、俺がハッと思った瞬間に松方さんがいないんですよ。あれ松方さんがいないじゃないかと、って言って、おい、ちょっと松方さんいないから、俺あの挨拶してないからまずいよって言って、いやさっきしてましたってみんな言うわけですよ、俺に、あ、してましたよ、してましたよ、松方送り出しましたよって、いやしてないと、東京駅行くぞって、駅のホームまで追っかけてたんですよ、酔っ払って、ベロベロ、さらに松方さんがホームにいたんですよ、松方さんのとこまで行って土下座したんですよ、すいません、ご挨拶できなくてっていう、してるのに、そしたら松方さんが、松方さんが俺を抱きかかえて、こうポンポンって叩きながら、うちのスタッフに、お前たちも大変だなって言って、全員松方弘樹に惚れるんですよ。あ、で、俺はこの真ん中に抱きしめられながら、もうこんなになってるんですよ。松方さん、3本飲んでて酔ってない？酔ってないんですよ。何それ。俺ね、一つ思ったのは、飲む前に松方さんが黒いものを削ってたんですよ、で飲んでたんですよ、たまに熊の胃なんですよ。ああ、卑怯だなと思ったんですよ。酔わないやつ飲んでた。酔わない熊の胃ですね、あれね。 あんな熊の胃がっつり削って飲む人って見たことないんですよ。でその日に俺はもうベロベロで、実はそのドライバーもいたんですけども、で後ろに行っても、でも僕新婚でお腹に赤ちゃんがいたんです、家に。あ、奥さんの。そうです、はいはい、でうちのスタッフもこれを酔っ払ったまま返して家で暴れたら、奥さん大変なことになる、お子さんもお腹にいるからっていうんで、東京タワーの下に連れてかれて、ずっと水をかけられるんですよ、俺。びっちゃびちゃになって、でもふざけんなこの野郎ってスタッフにも水かけてあげまして、分かんないけど夜中に水のかけっこしてるって思ってました。これでもそろそろ大丈夫かなみたいな感じで、家に届けられて、俺もなんとなく、ああ読みすぎたなって、もうこんな状態ですよ、家が上がる時にもう靴は履いてなかったんですよ、ね、ベッドルームがあって真ん中にもう一つ部屋があって、一番奥がリビングだったんです、で家内はその
テレビを見てたんですね、じゃあ、その10、11時ぐらいでしょ、これはもう行ってばーってなるのもよくないからと思って、すぐベッドルームに入ったんですよ。全部脱いでるんです僕そんなの、全部裸ですっぱだかになって、ベッドの横に裸で寝てて、次の瞬間かみさんが1時間ぐらい経ったんでしょうね、パンって開いてしたらギャーって来たんですよ、かみさんに、えっって思ったんですよ、俺もその目、それに目が覚めるんですよ、酔っ払ってるんですけど、はっって思って、あっ裸かと思って、まあ裸でそんなギャーって言うかなと思って、はって、あっこれ全部入ってるんですよ、全部吐いてて、ああゲロかって、ゲロじゃないわよ、うんこよって言って、うんこも出てるんですよ、全部出てんの、全部出てる、これ急性アルコール中毒ですよ、あそうか、危なかった、危なかったです。カミさんもそれでしょうがないから風呂連れてって、今度遠くからシャワーで水を当てられて、また水なんだよ、ごてきから始まって、まあ申し訳ないことしたなって、新婚早々に、で、これでもこれが松勝さんの飲み方なんだと、でこれでもう怖いと、もう松方弘樹とは飲めないと、これはやっぱり酒っていうのはね、やっぱり本当に強いとかって言っちゃいけないと、そうだよね、やっぱり気持ちよく飲むぐらいにしとかないと。でしばらくしてその2年後ぐらいかな、ガソリンスタンドで松方さんと久しぶりに会ったんですよ、松方さんだとガソリン入れてたんですよ、あお邪魔します、おおとか、お元気とか、元気です、飲んでんのって言って、もうそんな飲んでね、もうちょっとですって言ったら、俺はやめたよって言われたんですよ2年前にやめてくれと調子が多分ね、もしかしたら感じが悪かったのかもしれない、肝臓とか来るよね、あんな飲んでたらね、でもやっぱそれがかっこよくてね、昭和のスターはそうなんだ、見せる、でも勝新さんとかも、そうだよね、石原裕次郎さんとかも、そうじゃないですか、話聞くと、だからそのこの見せるという部分でいうと松方さんは本当にもうそういう最後の、昭和のスターのそうだねと一緒に飲めたっていう、今は感謝ですけど、まあ、その時は飲まなきゃよかったって反省もあったんですけど、今はいい経験だけど、まあ、怖い怖いね、お酒は怖い、お酒は怖いってことを教えてくれた、はい、いやすごいな松方さんな、あとダウンタウンとなんかどうのこうのっていう噂があるんだけど、あそうだ、確執があるとかなんとかってよく言われるんですけど、実際にその会ってうんってないんですよ、なんかその当時その関西と東京ってちょっと確執がそもそもちょっとあったよね、ね、以前はありました、明治神宮で東西対決みたいなの、昔爆笑ヒットパレードあったあったがあって、その東が AB ブラザーズで、西がダウンタウンって時代があるんですよ、すごいグループが大阪にいるらしい、そのダウンタウンが東京にいよいよだっていうで、聞くところと噂では僕がダウンタウンの2人のネタを変えさせたって言われてるんですよ、違うのやれって言ったってこと、だからそんなことありえないじゃないですか、ありえないよね、ありえないんですけど、そのやりたかったネタができなかったと、って言ってなんか僕がそれを言ったんじゃないか、多分おそらくそのフジテレビの多分佐藤さんとかがネタ見せして、俺もなんか自分の記憶では学園コントを野球ネタに変えられたんですよ、こっちでやってって、ああそうなんだって、でも学園ネタのは得意だったので、なんだ野球でやんなきゃいけないんだっていうふうに思ったんですよ、ところがわざとなんか俺がそのネタを、野球ネタをやるからそっちを変えてくれって言ったって、っていう風なのをどっかの僕作家の方かなんかに噂で聞いたことがあって、じゃあ行き違いになっちゃったんだね、そう、それがそのなんかこう回り回って、まあいろんなこう噂話になってるのかなとは思いますけど、あなんだ何にもなかったんだよ、ね、そうだから逆に言うとでも仕事もしてないんですよ、あそうか、行きつけのお店が一緒だったりとかして、プライベートではご挨拶する機会はあるんですけど、じゃあ一緒に仕事したかっていうと、それがどうのこうのではないんだけど、したことはないんですよ、ほとんど、まあ、デビュー当時はちょっとあったかなっていうぐらいで、行き違いのことをさ面白くしたがるよね、そうなんです、だからその後今ちゃんとはあったんですよ、本当にそのこれは殿様のフェロモンっていう深夜番組で、でこの時は本当にちょっとバチバチだったんです、お互い今ちゃんはその東京の1本目のレギュラー、一人で、ダウンタウンの2人いない、ピンの一発目、で俺は当時やっぱり一番本数だって14本目だったんです、はあ土曜日だけでその日 OL クラブがあって、テレビお邪魔んぼがあってで大好きもあってめちゃめちゃ売れてたんだ、でフェロモンもあって1日5本ぐらい土曜日だけで放送ものがあって、そこでまあ女の子キャッキャやりながら、サーフィン情報の一つもやって、酒でも飲みながら何かこうワイワイやれる番組っていうふうに聞いていったら、今ちゃんは全然話が違って、もう戦いにしたんですよ、
ずっと最後まで中山くんって言い続け、ヒデちゃんって言わないですね、うん、あのスタッフにヒデちゃんって言ってくださいって言われても、なんで知らんやつのことをヒデちゃんって言わなあかんねん、うん、っていう、そういうのがこう要所要所こう、あ、じゃあ面白いじゃないかと俺も、うん、じゃあみんな今ちゃんって言ったけど俺はこうちゃんって言ってた、うん、お互いにそのちょっとスパってたんだけど、でもそれは確かに年も今ちゃんの方が一個上なんだけど、うん、僕はそのイメージとしてはあのなんですかね、技はかけるけどかけられることもするみたいな、ちょっとプロレスの美学あるじゃないですか、うん、技はかかるのをトレーニングしないとかけられる、あのうまく受け身が取れないとか、でもその時は今ちゃんはおそらく UWF スタイルです、あ、関節できたんですよ、あ、はいはい、だから秒殺で来るんで、もうタップするしかないというか、もう戦い方が全く違って、なんかこううまくいかなかったっていうのがあって、そんなこともどっちかというとそっちか、それの方が噂になったかな。ああ、それでそれが派生して。派生してよりその関西対そのでも今大丈夫でしょ今ちゃん。その後飲むんですよ。その十数年後に。でザ・ブングルの松尾がね、もう今やめましたけど、松尾が可愛がってもらってて、いつも中山さんの話を今さんがしてるんですよって、そんなわけないだろうって言って、いや本当なんですよ、じゃあ一回飲みましょうって、で飲んで、そしたら、今田さんがその当時、いやいや申し訳なかった、あの時はね俺テレビが全然分かんなかったんで、あの時テレビ知ってたのはヒデちゃんだけだよって言われたんですよ、今俺あれやってるもんって言われて、俺は今ちゃんみたいなタイプの人でやったことがなかったから、俺は俺で感謝なんですよ、うん、そういう戦い方っていうのはいろんな種類があるのか、お笑いの作り方って、うん、このテレビの中でやってるけども、そうじゃないやり方もいっぱいあるんだなっていうのは今ちゃんから学んだんだよなんていう話をね、今さんにして朝まで飲んだっつ、あら、じゃあもう、うん、もう今やもう全然もう若いだよね、ものすごいいい酒で、そうだからあの時の経験が生きてると、その時ピアノがたまたまあってね、あの今ちゃんピアノやってて、戦場のメリークリスマス見てくれたんですよ、あらこれまた今ちゃんのキャラと全く違うんで、うまいんですよ、これがこう今ちゃんの洒落たところで、まあ、関西ってコテコテのイメージも強いけど、一方そういう、こうなんか繊細な部分っていうのを垣間見たりなんかして、もう朝まで飲みましたね、そんな関根さんあるじゃないですか若い時、いやあると思うよそういうの、うん、関根さんの頃ってないんですか。僕は銀座ラウで初代のチャンピオンじゃない、はい、その後鈴木末吉、清水明、うん、阿後勇、金蔵でエッジが聞いてますね、ね、ありがとうの小林って言って、はい、でハンダースがあって、その後小堺君で、そうハンダースあれピンなんですか。最初ピンだよ。でピンで勝ち抜いて鍋プロがあの56に一つにしたチャンピオン大会やると、うん、もう要するにハンダースはもう俺を倒すと、初代チャンピオン「ラヴィット!」する浅い企画を倒すっていうふうに清水明みたいなガンガン来るわけ、まあ、小堺君と僕で浅い企画でちょろちょろやってたら、まあ西からさんまさん来るわけよ。あ、そこでさんまさんなんですか。さんまさん来るわけよ。でさんまさん来てピン来て、うん、で漫才ブームでザ・ボンチ、ビアンドビー、うん、あの時ですか。新流、うわ、全部その辺がバーッと来るわけ、うん、でもね僕ね、うん、感覚としてね、うん、関西って、うん、なんか要するに卓球でいうと中国みたいな感じがしたわけよ。なるほど。なんかもうめちゃめちゃ強い、ね、なんか強い、すごい仕上がってる段階の人たちだから漫才ブーム見ても、うん、そんなライバル視してないのよ。あ、関根さんが。そう。あ、別世界だから。選手を。そう。仕上がりがすごすぎて。ちょっと違うなと。うん。持ってるラケットも違うんじゃないですか、うん、みたいなね。そう。笑いの王国。笑いの王国だ。そうそう。はあ、なんか違うっていう、こう感覚だった。差別化みたいなのがあった。だからそんなになかったのよ。あ、戦おうみたいな。そうそう。そしたらさ、うん、小堺君が急にさ、ご機嫌いくじゃん。はい。あれ？ちょっと待って、つって。俺たちも売れるんだと思ったわけ。あ、関西だけじゃなくて売れてるのは関西の人たち、関西の人たちなんだけどブームが、じゃあ、まあ、あのビートたけしさん2ビートだけ頑張ってたのよ、うん、東京ではね。そうそうそう、いないんですよね。そういないんだよ、うん、ほとんど関西なのよ。ですね。そう、それなのに小堺君がさ売れてきたじゃない、うん、ずっとカーブが続く、うんうん、あの霧の深い、はいはい、あの峠で小堺君が前へ行ってテールランプで明かりを照らしたんだ。そう、次右曲がるよ、次左曲がるよ。なるほど。小坂君ついてったのよ。はいはいはい。それで俺いいとも出れたのよ。ついてくもんですね。そう、道を間違えないってことが大事ですね。そうそう、小坂君のおすましでショーに出てゲストで。そうか、最初おすましに関根さんいらっしゃいましたよね。そうそう、小坂君がメインで俺 あそこでやって新宿でやってる。新宿でやってる。行きました行きました。それで横澤さんが俺のコントを見て、そろそろ関根君いいともどうだっていうことで。
関根さんが抜群にまた面白くて、だって長いんだよね。そうなんですあの二人が小坂さんと関根さんが並ぶともう終わんないんですよ。そうなのよ。でも終わるなって思うんですよ、見てる方は。いや、さんまさんとも仲良かったし、別にギンギンにやり合うなんていうのはなかったね。そっか、うん、逆に関根さんの時はないですね。だから漫才の人があったのかもしれないですね。そうそうそう、もしかしたらね。そう、漫才同士だったかもしれない。漫才同士とかはあったと思うけど、ね、あったと思うけど、ね、俺はそんな別になかったね。あ、だみんなと仲良くできたね。まだテレビが、まあ、すごい勢いも当然あって、うんうん、なおかつまだ完成されてないテレビですね。そうだよね、うん、ファジーな感じでさ、やったことないことまだあるっていう、まだ固まってない感じ、うんうんうん、あの危うさが面白かったんですか。そうなんだよね。だからあの昔は良かったっていう人いるかもしれないけど、うん、ひでえ番組も多いっすよね。いや、ひどかったよこんなもん、あの今ができるとかじゃなくて、こんなつまんでもよく流すなっていう、ね、いやもう、うん、ひどかったのよね。で、試しがすごいっすよね。すごいよね。その代わり3本で打ち切りとか平気でありますもんね。いや、だってさんまさんの番組も、ね、テレビ東京かな、ね、深夜の番組 すごい視聴率良かったのに、ね、あの下品だっつって、ゴールドフィンガーじゃないですかかな。それでさんまさんも、うん、テレ東出なくなったんだから。あれですよ、多分さ、指でゴールドフィンガー背中になんか文字書いてある。そうそうそう、何だ、下品だ、下品。いや、あのちょっとセクシーなお姉ちゃんが、そう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 、ちょっと裸みたいなのにこう、そうそう、背中になんか書いて、あーとか、そうとかなんか言う。そうで、すごい視聴率が良かったのよ。だけど下品だってことで、でさんまさんが納得いかないと。視聴率もいいのにね。視聴率が悪いなら俺は納得すると、うん、下品だなんだと。そうだ、俺はもうテレビ東京出ないって言って、はい、で解禁したのが去年、あの出川くんのバイクの出川くんが、うん、あの僕のね、うん、あの冠番組やったらさんまさん出てくださいって約束だったんで、出てくださいって言ったら、ええー、でって出てきて、何十年かぶりの東京。あ、そこまで出てないんですか。出てないよ。あとはね、逆にね、まあ俺がさんまさんのその舞台見て、あの若い時でさんまさんがすごく面白かったって、うん、東京でさ、うんうん、まあ行ったわけよ、はいはい、でそれを恩義に感じてくれてて、俺のオファーは絶対断らないんだよ。俺昔、雑誌で、うん、さんまさんと対談を俺が積もれたら、うん、何十ページもあげるって言われたことあるんですよ、うん、でもそれは絶対不可能なんだと、うん、誰がお願いしてもさんまさんは雑誌は当時出ないって言われてて、うんうん、関根さんとだけ対談した。そうスーパー、そうスパー読みました、出てくれたの。あ、めっちゃ珍しいと思ったんですよ。絶対出ないんだから。うん、あのね、俺のオファー断らないっていうね、すごい嬉しいの。だギリがたいんですね。すごいギリがたいのよ。で、あのね、ある時ね、うん、TBS で、はいはい、深夜俺が司会をするっていうこと、うん、クイズ番組なのよ、はいはい、で、うっちゃんなんちゃん抑えてますと、はい、で、誰々抑えてますと、うん、で、さんまさん、スケジュールをですね、あの吉本さんは OK が出ておりまして、あとはさんまさんに話がまだ行ってないんで、関根さん直接話していただけますか関根さんに口説いてくれてください。そう、最後に言ってはスーパーカラクリのさ、うん、終わりにさんまさんちょっといいですか、うん、なんですかとか、うん、さんまさんのもう僕の司会がね、でクイズ番組なんですけども、うん、それでどうだ、はい、わかりましたって言ってね、内容何にも聞かないで、でも内容聞かないですか。聞かない、クイズ番組ってだけで。でもうっちゃんに、オーストラリアの別荘余ってんや、買わないかとかねもうね、盛り上げて盛り上げて散々やって、そうそう、確かに。だから関根さんとの2っていうのが見るんですよね、はい、さんまさんって、だそれは最初のその恩義からもう今日に至ったんですよ。なんかね、それでさんまさんがね、また呼んでくれてね、いろいろ、うん、で、まあなんかセンスが合うらしいんだよ。で、観光客も見に来てくれるのよ、うん、で、うちの若手を、いつも木曜日に来てくれて、うん、日曜日までなんだけど、うん、で木曜日に来てくれて、全部こうその後食事連れてくれて、あ、みんなそうそう、で天野あそこちょっとお前もう2つ笑い損してるなとかねでこうした方がいいね、ジョニーをこうせえ、うん、合わせって言ってね、うん、金曜日から面白くなるのよそう、レクチャーがあると。そうで、金土日の3日は面白いのよ。だから俺はさんまさんに言ったの、うん、芸人に来てくれる初日の前の稽古にそしたらそれはさんまさん違うんだと。違うと、あれは関根さんの舞台なんだから、うん、それはダメだっていうわけ。本番を見て、そうならば、だから最後の3日ぐらいは、うん、っていうことで、うん、前半からやっちゃうと、そう、全部やっちゃうと俺の色が出ちゃうから、アカシア色が強すぎる。そう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 でも俺としてはね、やってほしいんだよね面白くなるから
私の本関根勤の嫌われない法則2月21日発売でございます。いかに人と付き合う時にうまくこうね人と付き合っていくっていう嫌われないっていうかね好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。